どうやったらなれるんですか。まあ二通りあると思うんですけど、はいはいはい、さっき言ったように僕は探偵学校の学校を卒業してたんですけど、はい、まあ、そこからフリーランスになっていろんな探偵社営業して、はい、まあ、使ってもらえるっていうやり方と、はい、また他の探偵社に入って入社して、まあ、修行していくっていうやり方とに分かれると思うんですけど、うん、基本塾卒業しただけじゃ大抵どこも使ってくれないので、実績がないとおっしゃるんですね。だから大体どこかの事務所に入って、入るときはほぼ無資格というかで飛び込めるものなんですか。まあ、運転免許証でないと困ったりとか、うん、できればバイクの免許とか有利ではあります。いや、名乗ってみたいな、何の職業なんですかって運転です。次の質問いきますね。はい、まあ、これもちょっと定かじゃないし、一日一日多分違うんだと思うんですけど、大体と一日のルーティーン、まあ一日どっかクローズアップしてくださってもいいですけど、現場のある日っていうのは、まあ、下見をまだしてなければ下見から、まあ、まず張り込む場所であるとか、予想される行き先が分かってれば、まあ、その辺も含めて下見をする。で、調査開始時間の前に調査員が集まって打ち合わせをする。で、調査開始ですね。で、終了、調査終了のタイミングっていうのは、もう私の方はお客様と相談しながら調査進めてるので、はい、状況を報告しながら続けるか、ここで打ち切るかっていうのをお客様に決めながら進めるので、終了時間ってちょっと未定なんですけどね。次来れる人はもういくらでもお願いしますね。まあ、そういう動きがあれば、まあ、例えば調査対象者が仕事終わって出てきました、どこかのお店で同僚と思われる男性と食事してます、うん、まあ、男同士2人で食事してます、はい、まあ、よく行動が分かってないとこれ打ち切ってもいいんじゃないかって思う場合もあれば、うん、いやいや、この後帰ってくるのが遅いんですっていうことはもうお客さんしか分かんないから、もっとやってくださいって言われて実際やって、23時に別れた後にどこか、まあ、マンションに入っていくとか、そういうこともあるわけですよね。なんかあんまり自分の予定立てとかない方がいいですね。そうですね。よしって思ったら行けるところまで行こうっていう気持ちが必要ですよね。まあ、その辺もある程度お客様と事前に情報をもらいながら、どれぐらいまで開けとけば大丈夫かっていうのを確認しながら、調査員の人にもある程度その辺事前の情報として、あ、そうですか、これぐらいかかるかもしれません。秘密情報部位みたいなのがいるわけです。そうです。かっこいい、はい、出張先とかなったら出張も一緒にするんですか。この時旅行とかあるので、うん、大阪に行きそうだっていうぐらいまで分かってるけど、ホテルまで分からないっていうともうついていくしかないんですよね。そもそも新幹線一緒に乗って、大変だ。楽しいです。楽しいですか。見失ったらシャレにならないっていう恐怖感はありますけど、僕とかじゃ結構駆け込み調査するんですけど、ふざけんなって感じだよね。あ、もう本当に一番調査対象が駆け込み調査急に始めたら ありますよ。本当にギリギリ入られてプシュプシュって一回だけですけど、一回だけあります。ああ、そうなったらどこで降りるかとかも分かんない。全く分かんない。どうしようもないですよね。依頼って結構来るもんですか、月に。まあ、そんな頻繁に来るっていうような職種でもないですね、うん、まあ、まあ、重なるときは重なるんですけど、特に年末とか。年末なんですか。まあ、やっぱり、まあ、このコロナになってからちょっと状況変わりましたね、はい、毎年やっぱり皆さん浮気とはいえイベントを何だろう、何だろう、クリスマスとか、あ、そうか、そうか、休みも入ってくるし、会社の日夜でとか忘年会っていう言い訳の日がいっぱいできるので、遅く帰っても大丈夫じゃないですか。あの、男性と女性どっちの依頼人が多いんですか。うちはほぼ半々ぐらい。半々ぐらいですか。若干女性の方が多いんですね。出会いのね、もうね、とりあえず勤めもないですからね。家にいても出会いちゃう状況にあるから、ご主人が全く知らない人と浮気してるとかって、ね、あります。いつどこで知り合ったのか。これはすごい問題になりますね。あんまりお子さんにはね、いやね、言えない話です。ですね。でも子供たち見ちゃうんですよね。ちょっと今力入れてるのは、はい、企業、まあ、法人からの依頼で、はい、不良社員、外回りで営業とかで、はいはいはい、守ってるやつ。そうです、そうです。ああ、そういう依頼を、まあ、力入れて取るようにしてるんです、ね。なるほどなるほど。結構依頼来ます。あいつちゃんと仕事してるか見てくれる。結構まだ行かないんですけど、はい、依頼される人はまあほぼ 100% サボってるんですよ、ね、なるほどなるほど。調査の違いはあるとか、
うん、一日中ずっと走ってるだけの人、まあ、どれ車ですか、あ、まあ、ガソリン代とか高速代とか使わないと逆にいけないから何してんのじゃあ、じゃあ働けばいいのにって感じですよ、ね、動いてるだけの旦那さん疲れますよね、なんかノルマをちゃんとやろう、まあ一応行った先で車とかに寝てたりはするんですけど、なるほど、そうですね、ずっとマチンコやってるとか、あとは悪い、もっと悪い人だと横流しに、例えば内装業者さんとかで、あ、物品とか、あ、物品までやる人もいます、中には在庫とか、あ、最低のね、犯罪ですけどね、犯罪ですよね、まあ、多いのはやっぱり仕事を取りに行ってるんだけど、こっちの業者、まあ、個人的に知り合いの業者回してくれれば3割引きで工事できますよっていう仕事の横流しケースが多いですよ、個人で跳ねて、そうですよ、そういう調査も行えますね、犯罪者のですね、インサイダーとかも分かりますね、それはどれに関しても正義の味方ではありますね、そうですね、正義の味方感はより高まりますね、そうですね、はい、次の質問、はい、いきます、組織の中の位の上がり方、出世コース、そうですね、これは本当に大手の探偵者しかありえないんですけど、まあ、大手って言っても結構下請けに出してるのが多いので、自社で抱えてるのは多くても2桁いるかどうかぐらいだと思うんですけど、どうなったらエキスパートになる、長く勤めることじゃないですかね経験こそものを言いますよね、しかないんじゃないですかね、まあ基本みんな独立して、まあ、下請け専門でやる人、まあ、こうやって事務所構える人、うん、まあ、両方元請けもやるし下請けもやるし、うん、まあ、その3パターンに普通は分かれるんですね、なるほど、だから大手にずっと勤め続ける人っていうのは、まあ、かなり希少、独立がもうあるもんですだし、まあ、やっぱり先ほどから言ってるように職人肩上げの人も多いのでなかなか組織にいられないいつもそうです、僕はサラリーマン長かったからそんなことはないと思うんですけど、でも、まあ、自分のペースでやりたいですよ、ね、もう人に使われるのはちょっと疲れました勤務時間9時から18時、はい、1日9時間、はい、で平日5日間9、5、4、15時間っていう、はい、全部見てくれって言ったら、そうそう、定価でいくと、まあ、あ、そっか